は天使屋さん3号店に行きたいと思います。ましたわ。今から入ります。天使屋3号店です。俺は天使屋焼き鳥ですって入れたよ。嘘、入ります。ほんまよ。嘘、ほんまやつ。何個入れました？1回しか入れないです。今やるやつあれ R の目の前で。そうです。でなんかコメント1回しかせへんかったら表示されへん場合あるんですよ、こっち側に。いやでも言ってたんですかね。今謝ります。すいませんでした。なんかこいつ誰やみたいな感じの。ハイボール。ハイボール。これやったら。男の人と男の子、うん、来たいって言ってて。誰、どこの人、どこの人か。誰配信してる、トワッチで配信してる子。今今、うん、今来たいでんの、うん、生ライブで配信はしてるかは知れへん。ラインやりとりお先7時までしょ。でもどこも基本何やがいで8時まである。まあ、何やがいで7時でもうラストだって大手 の, あのチェーン。なんで全部やってられへん。ありがとう、魔法の言葉さんって誰？ちびちゃんってめっちゃ言ってくれてた。そう、ちびちゃん。ちびちゃんは魔法の言葉って、はい、名前かよ。ツイッター名前かよ、我々みたいにしょ。俺は生きてるだけで100点満点ない。それもとか、魔法のこと。そう、魔法のこと付け加えただけじゃん、虹と。天文字の虹と。俺と一緒ですか？俺も、で、あと公式とね。公式か非公式か本人次第から。 R のまさ非公式とか自分で。細川さん変えすぎ。名前ね、うん、なんかもともとチンピラ色眼鏡やったのに、うん、なんかあれやこれや変えとくぞ。また変わってた気がする。非公式だったの昨日。魔法の小部屋になってるもんね。そうそうそう。そこまでついていかないよ。これ面白いと思う。最悪。自分じゃないんだ。これ浮かぶためにはこれとこれやばいよ。もう読み取る。初めて見たときめっちゃ R で勝手に下げつぶ人やんと思って。 R でももう勝手に下げつぶるとついてくれへんときあるから。おれへんから、本人が。おれへんときあるから。昨日一人ついだってもう待ってられへんわ。もう入ってけへんやって。30分が2、3時間言うの。そう、非公式になってますよ。そうです。自分時差がすごい。時差感あんまりね。60年の思い、うん、やろうか。ね、声しましょう。何をするの？声をね。焼き鳥の動画でも撮りながら声しますわ。これ。えいちゃん。うなぎ。まあ、もう一回もいかわ。大丈夫だ。大丈夫だ。じゃあもしに。えちゃん、つなぎ祭り。これやったらツイッターの。先生でしょ。結局携帯もんで言ってる。これはそれはあかんの。それはあかんの。それは言うとダメ。それは結局のところはもうそうだろう。分かったでしょ。
リームと髪の出てる。いやいやいや、無理っすよ。まだカメラオンにしっぱなしてるんですか。オンしてない。一瞬しか見て。今見ます。ほんであのさっきからね、さっきの店も野田と行ったら、はい、ここでね、食べまーす。あ、録音してなかった。録音はしないパターン毎回。さっきだけで5回ぐらいあったから。しかもそれしてるときはカメラ気になれへんかで、そうそう、それをここ座ってからずっとかさっと。さすがやとさんですわ。何笑ってんの。ちびちゃん、ちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃん、ちゃう。ちびちゃん、なんでちびちゃんの。え、身長ちっちゃいから。なんもない。147夏やん。うちの妹より高いでしょ。妹と一緒だよ。妹なんぼ。なんぼなんすか妹。はい、あ、じゃあ150歳。150歳、OK ですか。あ、うまそう。月見になってる。あ、うまそう。月見祭りやん。やってください。YouTube。撮影写真も撮ってください。めっちゃうまそうやな。月見祭り。祭り。一大事な。みかんチューハイ。なんか映らしてる。まあ、シャンですね。お、エビウドか。OK。で、サトロさんと。久々来ましたわ、言って天気は。ラップできるだろ、ラップで。ラップで。ラップ、ラップで。相撲取りのラップで。めっちゃうまい。よっしゃ、あんなやってや、あんな飲みのすけラップ98年の頃はもう23年の前やろ。これまで生まれてんの。そしたら誰も突っ込めへん。もう彼に何をやってって言われたけど全然生まれてるけど 6歳。6歳うん、そうやったら寝てば寝てばね。6歳やったら24や30歳か。え、29歳。なんてことこれもみんな入ってますよ。みんな入ってます。そうだな、まだクービンさん、これクービンさんってやつさん席の顔映ってないから大丈夫です。声で分かるんですよ、今そう音声認識でやって会社がやっとるんですよ、うん、ほんま止める気ない。じゃあすぐ適当な返事するから。悪いでしょ、この人。悪いでしょ。なんでめっちゃ興味ないもん、人の話全然。あ、ほんま。ってあの心にも思ってないから。よかったしね。悪いわ、悪いわ。じゃあ先関係ないことだから。あ、ほんま。いや関係ある。やめる。ほら、そういうたらまた調子乗っちゃうから。でも次の会社で関係出てくるからね。それまで大丈夫です。それまではやらずに。あ、うまい。うん、鼻から鼻からみかん出てるで。いや出てへん。今度、うんうん、あれやったら仕事場、今の仕事場の人で一人沖縄料理屋やってる人って。どこに？ヤンちゃんの近くで。どう？だからよかったら行こう。一人教えて。ユーチューバーさんと仲良く最近なりだしたから行っていいですか？やってほしいって言ってね。そんな店あったっすか、つみまし。ヤンちゃんの近所がつみまし。沖縄料理屋があるんですか。なんじゃ。適当すぎやわ。全然聞いてない。一番よく知ってるじゃん。この二軒隣ぐらいあるんじゃん。なんで嘘つくっすか。あの二軒隣ぐらいで昔あの中古のゲームとか古本売ってましたね。龍剣っていう。え、こんなんあった。誰これ。これ店の人で今分かる。40で40子供20超えた子で一番下1歳まで。これ家この人の。そうです、そうです。え、こんなんあんの。だから家にあったら行ってほしいとか一緒に行くけど。そう、行こう行こう。40も見えんなばっかりだから。お料理とする今いくつです。28。46です。38や。46リアルですわ。38見えんの。45ぐらい、46ぐらい。まあまあ否定はしませんわ。
カモロ、何カモ、たたきみたいな。カモンたたき。カモンたたき。カモンたそうさっすよ。カモンたそうみたいな。カモンたつ。お好みでよかったらゆずと柚子胡椒。あ、いいっすね。これはニンニクベースの。ああ、マジですか。ありがとうございます。すみません。できるね。いや、やってください。もうそうやすい方もうアウトですよ。じゃ、これカットしてもったから、トークがなくなるから。何？10分じゃない。いやいや、言ってますって、だからかせるから。これもう、研いで、ここでみんなで、こう、かけましょうか、これに。かけるって、かけてくださいね。ちぎるのみのすけ。ちぎるじゃなくて、誰も正解やってるでしょ。やった感がありますね。やった感はない。別にやった感はない。どうぞ。これもそうやね。ああ、なんか。人のやつを手元をもうパクろうとする。パクる。パクリエです。金取らんの。柚子胡椒つけないですか。注文やめっちゃ言われる。注文や、曲がりやったらええのに、人にやらせといて注文だけするんすね。さすがやな、さすがたぬき。パクリのたぬき。食べる顔はこの顔です。いや、じゃあもういい、遅いから、この首のヘッドがヘッドが遅いんだ。マジで、うまそうやね、確かに。柚子胡椒って柚子胡椒だけで合わせてじゃなしに、うん、別だけで、別で、うん。あ、それもめっちゃうまい。あ、めっちゃうまい。これ三万金宝さんで言ってください。誰が三万金宝や。じゃあ三万金宝で美味しいって言って。うん、30万いやー、ありがとう。喋られへんから。喋るんめっちゃうまいわ。なんすか、これカモなんすか、ほんまに。しかも自分だけちゃんと柚子胡椒だけって言われたから、せこい。やらしいわ。顔見て、丸だこみのたぬきの顔。全然向いてくれへんやん。嫌がられてるやん、嫌がられてる。いただきます。すごい食レポすると思うで、これすごい YouTube やから、食レポすごいうまいから、すごい食レポしてくれると思うで。どうしようが聞いて美味しいですね。そのまんまやないかい。ほんまに一応でも悪い。ゆずこしょうやつ、ここだけ言われてる。やっとさ、もうカメラ切るやつ切ってください。喋られへんから。いいやん、ね、全部カットするから大丈夫。全部カットするから。いや、撮ってる意味ないやん。全部カットで撮ってる意味あれへんから。しゃべってもらありおもろいやん、それ。全部カットそんなんやって何回も乗せられてるから、俺も騙されてるから。もうタヌキにはもうバカされませんよ。 TikTok 撮ってもらって。言えてない。 TikTok TikTok やってるくせに言えてへんから。結構前から、ほんで、まだ TikTok 出始める頃からやってるってすごいですか。これ YouTube もそう、十何年前から出始める頃。だって上がれへんねん。クラブハウスもやってますから。嘘？嘘や。あれ入らないんでしょ、招待がないと。招待ないか。ほんで、はるまるちゃんが、のみさん顔色があれ、誰か招待できますかとか言うとって、知らんまで入っとんねんやつ。おいって、俺招待入ってんの。俺もクラブハウス、自分で作ろうかな。できんでしょ、あれ。自分では正体がないと勝手に。あっこにやらまったり。いきなり来る。いきなり R のね、商品作っとったからね、勝手に裏で。そうやね。トレーナー。ほんま？ほんまやね。事情調査されたんで。平気なこれこれ知らん顔でビール飲んどったら、何時間ぐらいで本人見つかりました。あれおもろいかな、あの、しばちゃん大爆笑したから、ね、あの済ましたビールの顔よねって。あ、でも事情調査。お前確かにそう。お前、取らへんのかい。ちょっと取ってる。あ、取ってるんすか。めっちゃ見つめてんやん、つくねを。全然見てくれへん。顔認証全然せへんやん。持ち主全然見えへん。カメラは顔、いっとらんすよ。上いっとらんすよ。全然映ってへん、顔は。いただきます。やめなさい、やめなさい、それ。ついてもな。ひわいやわ。男好きみたいになってるよ。うわやめへん。これ美味しい、食べ。うまい。おいしい。食べ。うまい。やば。
次。うわっ、こぼしまぐれこぼした、こぼした、こぼしまとでいいやん。何それあーあー、さあ、しまっ、見てタレこぼしまとでーって言って何これ、声欲しだけでしょ、そこ見て欲しがり欲しがるなぁ見て、カメラ見ても向いてないもん。何言って、カメラも向いてへんやつ、外向いとらん、どっちかカメラ見て、俺、いやいや俺の方向いてへんですよ、ね、このカメラ嫌がるで、もう何でもええねん、何でもええねんじゃない見て、何言ってたんですか、え、タレこぼしまつり西成、やっとタレこぼしまつりおじさん、オッケー遅い遅い、前やったな今の、こうやって引き伸ばそうするんだよな、俺を取らんでよろしいわ、もうこう引くとくれな、もうピックのコメント押す勝手に引くとく載せるからね、品物に怖いね、こうやってでも全部勝ったやからさっきのみさちゃんもあの品物に載せられてるから、ね、大丈夫だね、怖い無許可や、怖いね、これ編集しますか、ま、でもカットリュウムじゃねえマツコの声するんだ、マツコの声できんでしょ、その方が技術いるやん、おー、こういうの声で怖いよ、誰誰やる、マツコってマツコデラックスじゃねえ、マツコデラックスだけど違う、違うマツコでいるぞ、今マツノジはマツコです、誰やろでの俺も 0.05 やん、すごいなカメラ映してこっち映ってる俺はって言うやめや、カメラ映したこのロボット何なの、ほんま気持ち悪いね、勝ったやぞ、アホやね俺はって言う、全部勝ったやぞ合ってるかお前、持ち主映せへん、撮れるよ、いやいや、揺らしても見事もしへんから、もうここしか映せへん、ブレーズ塗ってるからね、カメラ様ですか、ダメです、なんで蹴られんの、おかしいな、タクノなんで来れるって、タクノって入ってこられへんよ、路地すぎて、路地すぎて50メートルぐらいかな、あの車入られへんから、こう路地で人気やね、だけど人気やね、あったことあるな、ケニチさんどうしたの、一回ケニチさん撮影写真、ジロちゃんから電話かけた、お前は何やっとんねん、仕事中仕事中って言ったら、ケンジ来てるけど客おらんから暇やん、お前来いって言って、仕事中やってる、仕事、あ仕事中やから行かないから、え、ジーシンと会ったことないの、まだないから会いたい、えちゃん、何言うてつくね焼いてるシーン撮ってるから、わけわかんない一番目に取ったのに、まだ取れてるみかん祭り、みかん祭り、確かに遅ない、もうない、みかんじゃ、みかん1個食べたでしょ、まあまあ入ってこれ、みかん食べるんすか、でもいいし、溶けてきたら潰してもいいし、いやー、一回美味しい、溶ける前になくなるぞ、竹がで、それが出ないだったら、いっぱい入れましょうかって、あー、やらしいなでもこれ普通に食ったらうまいやん、こう食べ方は、食べ方とかどこかない、これどれを言うけど、これあげて、胸が打ってるやん、誰がその通り、代わり俺より2体重あるの、一言どう言うたもんです、 3桁あるでしょ、3桁ありませんか、体重俺より29以上多いわ、武蔵勝利、いやいやいや、西の、お、久しぶりに一人カラオケやって、こういちゃん、お、いいね、チャギアス祭りやん、
おうちゃんいいねっていう。おかんつづりでめっちゃ入ってきた。おかん？うん、抵抗感。またあんの読んで。一般人が本気出した。でも全員が誰が。あなたですわ、俺と。あ、シーマミやってよかった。どこって言ったらいいの？来んの？ここに。ジーシンさんも知らへん。その言ってる。あー、ここわかる？どこ？電子屋3号店。どう説明してるの？あれでね、何か調べたら。ここにも来ようもだ、信濃でしょうね。オールウェイズから入ったところでしたっけ？オールウェイズ、アームさ、アーム外人さんがやってるところか。あ、ちゃ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 、オール、今日は名前天使屋って言ったね。天使屋3号店の方で、1号、2号ってあるから、ね、多分1号、2号の方も出るかもしれない。住所からここの位置情報だったんです。多分出ると思う。ツイッターで位置情報やって送って、うん、1-11-10。 はい、住所もか言って。もう住所知らん。西南区大使1丁目11-12。めっちゃあれやなんてなんてなんてそれは知らん、俺たち知らん。西成大使、西南区大使1丁目の11-12。2で多分出るって。お好み屋千代さんの近くや。西成区なんて、お好み屋にお好み屋に千代より遠いって。心が住所が入って千代遠いから、うん、それはそうなんですよ。1-11-12やって、大使1-11-12。覚えやすい。覚えやすい。確かに。あそこ、何やったの？ダーツ。またややこしいとこ持って。いや、そのもう、ややこで言ったら、もう住所で、ビトンピネ。住所ここやねんから、もう住所で行きましょう。その、あことか。商店街のダーツのとこ曲がってもうて。絶対分かるよ、ダーツってもう。チビがダーツどこか分かれへんのに、ダーツまで来たで言われても、チビが言わせとめせえ。だからもう、だから最新1-11-12。安納屋のとこ曲がる。うん、アンドエアが知らん人は絶対普通ですよ。なんか店の名前があるけど、1号2号があるからそっちが出るかもって。3号だよね。1号2号じゃ3号だよ、ここ。うん、だから1、2が出るかも、ね、だからここが言ったら。でも住所言ってるからもう間違いないよ。住所でやったら Google で、だから飲みの背中が出ますわ。でへんでへん、俺登録しとくから1号に。Google 登録しとく。俺を振ろうとしてる。うん、1-11-12。まだ上げてるよ、この間上げたの。これ2回目だ、これ。なんか見たよ、これ。あ、クレジャー3号店の天狗社3号店で登録してますわ。あ、はい。え、天使屋さん号店で出るって。 Google で天使屋さん号店。名前は天使屋さん号店。違う、大好きさん覚えたけど覚えない。ヤトさん、あの福山さん。結構遠いか。遠い、どっから？新宮。近い近い。まだ近いと思う。ちゃんと来たら5分で来れる、ね、うん、ちゃんと来たら5分で来れる。ただ迷ったら3号店か。迷ったら。うん、3号店。新南面、どこ、何回か JR で仕事とか。ああ、そうやね。今日は市やからあれちゃん、うん、JR。JR やね。うん、なんか境筋線の。ただ東口上にあるよ。西口来てもだ、もう真逆やから。わーい。そうでしょ？多分僕、南口が答え出ましたよ。南口ってどこやろ？聞いたことない。センターは前の。アイリンチクはどっちに置いてもアイリンチクやけど。あー、ルイちゃん堺水泉のとこ何も起きてるんですか。JR でやれてるのに堺水泉のとこ。JR の出たとこ堺水泉。堺水泉、あー、道路がね、道路が、あー、いや、電気のあるところ。
だから、だから新世界に近い、新世界に近いからね、こっち。こっちはね。南とりあえずもうあの Google 先生に西成区大使1の11の12って言ったらいけるから、ね、じゃあ50 600文字ぐらいになるからちょっと時間かかるから、だから1から天使屋3号店で Google で送ったり売って言われる。いやいや、ほんなら住所売ったらいいじゃん。ちゃうね、住所売ったらもう Google でもう勝手に向こうはもう若い子やからやるよ。住所だけで買いしい。これをポンとやったらいいじゃん。住所売った方が早いでしょ。Google で他人者さんをってなったら、いやもう住所の方が絶対正確もん。絶対に1の11の10もね、それをもう一回やろう。じゃあ LINE で送る。今送った電話しながら受けるの、うん、どうやってやるの、すんの、なに、あ、ほんまの電話会だ、うん、え、LINE もできる、あ、できるおじさんやあんま変わらへんやとして変わるか、変わらん、兄ちゃん、兄ちゃんあんま変わらへんの、知らんけどホテルリンクスの手前を住所を言ったってば、ややこしさ、地元の人間でもわからんすよ住所言う言うもう住所言ったらそれでもうもうそれで終わるぞ、もうほんまにもうなし伸びてる、もういつももう変なこと言ったらほんま余計わからないじゃん、もう住所もう住所送ったらそれでググってもらう、ファミリーマート電話したらもう、ま、たうググったらファミリーマートのファミリーマートもう大丈夫、もうファミリーマートって星の数ほどあるから日本には1万店舗以上あるんで、ほんま勘弁してください、しかも新宮だけで2、3店舗あるから間違いない間違いないから交番の交番があるファミリー交番も本当に星の数ほどあるんですよ、日本に交番って日本に星の数ほどある西成区だけでも 何百ぐらいある、全部店舗出てる、なんて全然怖ない、そんなもんこっちは伊達メガネ、伊達メガネちゃんだって伊達メガネちゃんはレンズとなかったメガネの…メガネ3人ともメガネやないかい、あ、ほんまに3人ともメガネやないかい俺だけやと目ええの 1.2 と5はなんか、あの、ご飯ですぐって書いてますけど、ご飯です…あ、金魚ちゃんあ、これあの、あれでしょ、お、定食屋や宮本むなしの宮本むなしないですかって、どこの前聞こえ何の踏み切りですか、あ、そうそう、近所や近所や近所や近所電車やね、近所電車でしょ、あ、そうですそうです、それをファミリーマート見えないですか、なんかファミリーマートいっぱいある、ねそれをどなしたよ、南が南いやいやいや、コンパス持ってへんから相手は難しいな、角に今山ほど歩いてて、ファミリーマートの前にでもめっちゃ近いね、めっちゃ近い、ここからあそこ買っといたいんだ、そちらは坂井筋のファミリーマート、そうそう、じゃあ多分踏み切りのみあのたこ焼き屋があると思うけどね、ちょっと角におばちゃんがやってるたこ焼き屋が、ああ角のね、角の200円のとこ、ああそれをちょっと買ってきてもらってここで食べんのいやいや、そあると思うんですよ、それを右に、そこを右に回ったらな、王将の王将のとこ、あの大きい道路で王将、王将餃子の王将、やっとやっとやっとだった何言うとんねんでもやっと王将餃子の王将あります、そこのあれじゃん、あそれをもうちょっとあの道路沿いに沿ってちょっとこうJR の反対の方に行ってもらう、坂上っていうあのヤクザの事務所あるからそこを三角形の形の不動産屋が下にあるの一階で、ああそうか、そんなある、はい言うてるの、それをまだ歩いてもうて、はい、あれあれ服部さんあるんですよ、これあ行き過ぎですか、それは服部行き過ぎ、ほんで右向いたらファミリーマートと警察署あるある、ほんまにそれはある、右向いて右側に道路渡ったところにそっち行ったらあかんけど、うん、右側にファミリーマートと警察があって、うん、渡らずにその反対側のところを左の方に、うん、ほんならドンって見えますわ、ドン左に入ってたら右手にドンっていう居酒屋が出てくるから、あの豚ビタミン族っていうのと
ドンっていうのが並んでて、その手前ですわ。そのもうちょっと行ったら商店街見えるから、その手前を右側に曲がる。赤い看板が、赤い看板の天使屋がある。あの角はまだ喋る携帯のなんかあの修理ショップ。それはもう行き過ぎた。それ行き過ぎた。行き過ぎた。あ、でも同じ音聞こえる。同じ音聞こえる？俺はこっからしか聞こえない。リアルすぎるやここからしか聞こえない。ファミマのところだけめっちゃ自信ある。てかもうそこ出たった。じゃあファミマのちょうど回るとこファミマや。じゃあじゃあすぐこっち。ここまで。行った方が早いと。今なんか伊達さん伊達さんみたいな伊達みが